と思ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。自分を引っ張ってくれて、どんどんとにかく僕はもうリングに入ることなんか恐れ多いので、安城選手にどんどん入ってもらって、もう僕を引っ張って僕を助けるだけで頑張っていきたいと思います。まあ、確かにこのチームは本当に強力なチームなんですけども、一つ問題点がお互いスタミナに自信がないこういう問題点をこういう爆弾を抱えてるチームですんで、お互いちょっと譲り合って譲り合って誰もリングに上がらないんじゃないかなってね、そういうのがだけが不安ですけども、やっぱりパッとね行く時のね勝負強さ、はい、これだけは僕ら自信ありますんで、はい、そうですよね、はい、その一発勝負で、まあ向こうもね、まあ確かに強力なんですけどね、やはり向こうは向こうも僕たち以上にスタミナに問題点があると思いますんでこれは間違いなく長期戦はないでしょう安心しました。昔のタイガーマスクだったら四次元殺法で繰り出してくるけど、今のあの体を見た限りじゃ動きも鈍いだろうし、まあ安城の首を取って高山選手のねいいところを出して決勝まで進んでベルトを巻きたいという気持ちです。もう自分も同じ、石川さんがおっしゃったように、まあ急遽タイガーマスクが出ることになったけども、まああの人は関係ないと、もう安城陽次を石川さんと俺で叩き潰して、チャンピオンに挑戦する、それだけです。かつてはパートナーであった安城と石川だが、両者の間には確実にきしみが生じていた。共に狙うものは同じ、されどその思惑には隔たりが。Yeah!
Ha ha ha!
全てを失ったことを表していた。今までに築き上げてきた全てを。ごめんとこないだ、ちょっと。ちょっといまいちね、インチキ臭い連中だなっていうのが今の素直な僕の感想なんでね。やっぱりこのままね、僕もそういう状態で上がり続けるのは嫌なんで、そろそろね、僕も動く時が来たんではないかなと。まあ全てはね、やっぱりね、ベルトを巻かないとね、やっぱりそういう発言権も出てこないと思うんで、とりあえず、はい、じゃあ、頑張りましょう。はい、頑張りましょう、ぶっちゃだけです。海王